もうサーを数えられても構わないぐらい僕はサーをこれから言うと思いますが、頑張っていただきましょう。マイケル剣対剛剣ね。剣対剛剣です。さあ剣側はウルコンに見せてくれるのかデソラさん、それとも逆に見せるのかマイケルダンさん。ガンガン前でさあガンガン前でるわデソラ剛剣。弾を打ってさあ波動攻めようで、さあ画面外セットプレイで一気にダメージを奪ったのでデソラ剛剣。コパンを刻んで遅らせて投げていく、起き攻めをさあ弾を重ねてゆっくり空対空落としてバックステを飛びの通して遅らせて投げる、大き攻めを中段来ましたね。中中で行く予定でしたね。グラ潰しの剣兼ねてっていう部分ですね。そうですね、うまいですね。回復さあ2ラウンド目、さあアクティブに動くデソラ剛剣に対し様子をかけながら確実に技を入れていくマイケル探検。ダイヤショー攻め取って上端を再びアクティブに動きながら弾を打ってゲージを溜めていく。さあアクティブに動くがデソラ剛剣ゆっくりと合わせた何かを狙うかのごとく動ゆっくりと衝撃のマイケル探検だが後ろから取って新勝利を入れてこれで体力に出したデソラ剛剣。さあ飛ぶようなもう一発いけそうですね。さあ巡りからさあ100球でさあセットプレーで裏に行く、裏潰しでしたね雰囲気がきっちりと。こうさあ体力に出してデソラ剛剣ここからどう体力を取っていく。しかしマイケルタンさあ剣側もゲージが3本のねワンチャンでひっくり返せるだけの実力があるが大き攻め投げてめぐり竜巻を当てみ取ってね一本取り返すデソラ剛剣取り返しますね。1対1 1対1さあ上り中盤から竜巻でさあ当てみを投げていく、お表から勝利決めて裏回りから着地に透かしてセビさんから投げる画面足めくったつまぎ最後は台足で切っちゃうね。これは見えないですね。まず1本取ったのはマイケル・ダンケン。これね純粋に考えていくとねやはり剣がやりやすいっちゃやりやすいんですけども見えないのが何個かありましたね。あの本当見えないですよね僕ら見ててもあれって言ってすごいんですよね。ただ対するデソラさんもすごい動いてなんかこうアグレッシブに攻めていくんですよね。この 2,3 フレ遅らせてからの行動してましたねお互いが ね、 そ う、 ですね。うん、もう読み切った上での行動なんですよね。もしか保険を入れてなのかもしれませんけどその部分で逆に早い動きしたらどう切り、ね、変わってくるのかってのも気になりますね。どこで切り替えてくるかですよねお互いが。はい、さあそれでは第2試合目、さあさあステージは変わらず、さあ残儀ステージ開幕を守って今度は弾を打っていく。よし下げな、さあ飛び戻って一気に体力奪っているのはマイケル探検。めくりから先を通して画面端を削く、さあ剛剣側がだいぶ体力奪われたか、さあ遅らせて投げる、さあ昇竜拳出してく、一気に体力奪ってここから始まるか。二葉さんほ、予約だけ。あ、はい、ごめん。ごめんなさい、はい、ちょっと濁しましたね、すみません。さあ、ということで、ね、さあ1本目取った、さあリーチをかけたマイケル探検。
さあ、ナイロドをして、今度は、さあ、アクティブリ100から攻めていく。頭を打ちながら、今度はガンガン頭を打っていくのはデスラゴーケン。アクティブに動きながら仕掛けていくが、そこを冷静に投げていくのはマゲル探検。さあ、つまきで逃げて距離を離しながら何を狙うか。さあ、そんなのお構いなしに球を打ってガンガン周りを攻めていく。周りを詰めて押していくのはデスラゴーケン。ジャッキが使って裏まで狙ったり見えたが、そこをしっかり対応していくマゲル探検。デスラゴーケンは何か狙ってるが、何でいく、何を仕掛ける、苦しい状況ですね。何を仕掛けるか、お弾を打ってタイミングをずらしたから、持ってくけど傘だり。最後は何かを狙っ、移動整備にならんかったですね。ワンロックでいけるかと思ったんですけどね。今のはちょっと惜しかったですけども、勝ったのはマイケル探検となります。おめでとうございます。